お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、1コス4枚シリーズ U の編をねやっていこうかなと思います。結構ね、 YouTube のコメントとかでも公開点 U のやってほしいとかがあったので、今日はやっていこうかなと思います。意見ありがとうございます。というわけで、U のだけだったらね、攻めがちょっとなんか悲しいかなっていうか寂しいかなっていうのがあったんで、同じウルトラですし、同じ3コスですし、なんか似たものをちょっと感じるのでね、ゴーストも連れてきちゃいましたと。いうわけで、陸攻めデッキですね。陸結構かつ、高回転で U のゴーストも無限に出して、陸でぶっ刺そうといったところです。で、対空が吹き矢だけなので、雪玉でちょっと空カバーみたいな感じでね、やっていこうかなと思います。あれなんか、でもこれ、アイスピで完封できます。よいしょ。あれできなかったな。ちょっとタイミングですね。とりあえず、今回ではスケバルですね。で、スケバルのああいう落下ダメージですら僕としては痛いので、スケバルには結構積極的に吹き矢とか当てて、ダメージをね、なくしていきたいですね。もうこのダメージすら痛いですからね、僕は。よいしょ。さあ。で、ちょっとこれ、タゲ取って、延命してえな。これ、陸相手絶対きついですよ、この U のゴースト。ナイト咲いたんで。お、めっちゃいい。これ右ゴーストスケか。いや、いい。入る入る入る。いや、吹き矢美味しい。じゃね、スケ美味しい。さあ、今回ってバレバレ枯渇かな。バレバレ枯渇っぽい顔してますよね。さあ、スケバレに吹き矢取っときたいな。これに打っときたらめんどくさいですね。さあ、さあ、さあ、さあ。いや、いい流れですね。ああ、来るですよね。そんな感じがしましたね。これ多分早めに雪打って止めれそうですね。OK。爆破ダメを入れない。入れさせない。でも2500まで削ったら右削りたいですね。で、相手なんですけど、もしかしたら、ロケかもしれないとか思ってたら普通にバレラありますね。いや、めっちゃいい防衛。いや、負けるな、お前。いや、痛い。いや、めっちゃ入ってる、でも言うの。今の見ました？僕、めっちゃうまい攻めしたと思うんですけど、ナイト使ったんで、相手陸スケしかないから、U のプラスのヒースピかなで攻めたんですよね。で、裏ゴーストで吹き矢処理しつつ、みたいなね。いや、完璧ですね。これワンチャンバレルくるな。LSP となんかいい感じで多分耐えれるんですよ。いやー、なんなら完封。いやー、めっちゃいいな。で、僕は右削りたいんで、バレないように削っていきます。バレたらね、守られちゃうんで。よしよしよし。これバレないように削っていくのがマジで大事。バレたらダメ。いや、ここ LSP で守れそうですね。いや、この枯渇系に対して LSP が、ああ、お前、あ、出た。あれだ。俺の LSP レベル低いんだ。忘れてた。普通にユニレベが足りてないですね。なんで今死ななかった、スケが。全然、なんか、ね。弱いっすね。弱すぎた。よいしょ。いや、守りすぎかな。まあまあまあ。いいでしょう。ああ、ウッド使ってきたけど、このアイスピをね、相手は守るかどうかにすごい大事だからな、あれ。いやー、あのアイスピでけえ、マジで。LSP 削っていきます。いや、これやばくないですか？このスピ削り。え？今プリン殴ったあいつ。いやー、これバレルが来たらやばい。普通にやばい。バレル飛ばされるだけ泣きたくなるっすね。あ、でもこれ U のゴーストがマジで回転早いから、相手としては鬼きつそうっすね。で、ここまで来たらもう雪玉で、お、きつわ！きたーい！ナイス！グッドゲーム。ちょっと1体逃してましたけどね。まあやっぱ陸が強いですね。いや、ゴーストがめっちゃいい働きしてましたね。後ろ吹き矢とか処理もできますし、こういうプリンセスと吹き矢とか遠距離2枚とかの相手だとね、マジですね。さあ、よろしくお願いします。日本の方ですね。とりあえず1コス無限に飛ばしたいと思います。で、まあ、両サイド削りたいので、僕としては。ちょっと両サイド目にね、出していって、また U のゴーストをね、両サイドに振って、まあ、吹き矢で回収して、って感じですかね。さあ、今回の相手は、ジャック、ランバジャックですね。人気とかかな？陸で攻める。デッキとかの可能性はあるが、ああ、ゴレっぽいですね。非常にゴレっぽい。ゴレじゃなかったら分かんない。さあ、回復してあげて、U のね、しっかり刺していきます、僕は。おい、ナイス。で、しっかり耐えつつ、また U のゴーストで攻めていこうかなと
これでも守れねえんすよね、これ。どう考えても。守れますこれ。無理っすよね。いや、僕的には無理なんですけど、視聴者さんは多分守ってくれた方が多分面白いと思うので、動画的に守ります。よいしょ。さあ、守れ、いや、これ攻め取るねで全部行かれたら最悪だな。いや、守れたな。さあ、守れたけどだな。攻めがね、めっちゃ弱いんですよね、このデッキ。言うのでかいな、言うのでかい。さあ、まあ、2-1 プランですね。多分次、ってか普通にゴリゴリ形組まれたら止まんないので、僕としては2900側かな。本気で折っときたいですね。なんでゴル展開させないようにもうガンガン一生攻めてきます。タルババ嫌だな。一番嫌だな、そのタル。あの、タル咲いたっすね、今。で、さあ、ゴレとタイミング被るぐらいで言うのを出していきたいな。真ん中か真ん中、いや、いい。これ、タル咲いたんで、多分1本取れると思うんですけどね。これ取れなかったら普通にやばいんですよね。よしよしよし、1本取った。で、この防衛ですね。僕が本気で世界をつかめるかどうか。よいしょ。で、まあ、裏からかな。裏から処理説はある。で、ダクネが溶けてくれれば。あ、LSP あれだ。ユニレベが引きんだ。同じこと言ってる、さっきと。よし。いや、めっちゃいい防衛で、言うのも走らす。で、これ、雪玉がいるか。アイスピカ？とりあえず溶かさないといけないですね、僕は。溶かすことができれば。よいしょ。いや、いいね。いいね。で、真ん中言うのとかでちょっとね、陸ランバー咲かせて。あ、いたいたいた。お前、こっち殴って。いや、めっちゃいいね。え、めっちゃいいね。やばいやばいやばい。良すぎてびっくりするぐらい。とりあえずこっちにいらして、ちょっとプレッシャー与えていきますよ。プレッシャー与えて、よいしょ。ほい。これね。で、今、陸を裂いたです。裂きましたね、相手は。お、いやー、それはうまい。そのゴーレムはめっちゃ嫌っすね、僕としては。攻めれないんでね、そこにゴーレムを出されると。ちょっとやばいかなー。一回防衛ですね。一回防衛して、真ん中言うのとかして、ライトか。ライトが腐ってんすね、相手。あ、来た、トルネやってる。来たー、ナイス。さあ、グッドゲームと。最後ちょっと危なかったかもしんないんですけど。まあね、こう、真ん中言うのと真ん中ゴースト、二回攻めれるんでね。相手は常にこう、なんか、真ん中のね、警戒しないといけないっていうのがね、ありますよね。まあ、そこで、まあ、それによってちょっとこう、うまい形を作らせないと言いますからね。さあ、よろしくお願いします。やっぱ、ユーノゴーストがいいですね。2体。2体で無限に攻めれるし、守れるし、みたいな。とりあえず、さあ、バルキリー咲いた。さあ、相手の陸がわかんないけど。京介。京介やばいな、これ。バルーンとか来たらマジで行かれる。とりあえずね。スケで耐える。相手のデッキがね、わかんないと結構やばいんですよ、このデッキ。吹き矢残ってくれるかな？これ、切られるな。いやー、切られた切られたって言ったらなんかかわいそうだな。まあ、木ですからね、これ吹き矢。吹き矢、ゴブリンか、ゴブリンか。まあまあまあ、とりあえず、バルキリー、キョスケ。これ、ヒースピとかで回復してあげます。マジで。回復してあげとけばなんとかなります。で、真ん中バルキリーいきます。これ吹き矢で処理します。当たんねえな。バルキリーか、そっちにバルキリー。ゴーストが刺さってますね、いい感じに。まあ、ここはゴーストで受けて、また逆サイユーノですね。で、キョスケのターンですね、今回は。なんで今出すとキョスケ1体で抑えられちゃうんで、キョスケ出されたらユーノ追加したいかな。あ、全然違って、なんか来た、変なん来た。まあ、でもこれでもう一枚陸を走れ。いやー、いや、でかいですね。いや、でも相手の陸もね、硬いっすね、マジで。さあ、ここで、これやられるかな？ああ、やられるんだ、お前。バカバカバカ。お前やられたらマジで、全部ダメ。よしよし。いや、でかいな。入ってますよ。陸がやっぱ間に合わないんですね。雪玉なんで、しかも吹き矢がきついと。非常に素晴らしい。これはね、スケゴーストぐらいで守れそう。裏ゴーストでね。で、今行くと真ん中バルキリーで両方受けられるので、ちょっと待ってから、ああ、それうまいな。
で、これはバルキリーを回収できますね、この吹き矢で。いや、めっちゃいいめっちゃいい。こっちにちょっといらっしゃいして、いや歩くの遅えな、あのなんかユニット。さあ今回キョスケですね、相手キョスケラムですね。これでも雪とか使わずに守れますね。で、なんならここはね、行ってもいい気がするな。バルキリーとか突破しちゃっていいかもしれない、このゴリ押しで。いや無理か、やべ、やっちゃった、これ佐藤やっちゃった、やっちゃってる、あれやばい。あ、もうラムなんで、なんかそんなに怖くないっていう、そんなこと言ったら良くないんですけど、ラムだから全然怖くない。止まるんですよ普通に。で回復、あ、圧勝ですね。あんまそういうこと言えないんですけど、多分なんですけど。よいしょ。さあとりあえずこの延命します。で、僕はやっぱ左を狙いたいんでね、まあ、一旦このステイフキアで、あ、ダメージを稼ぎたかったですけど、いやちょっと怖いですね、これ。もしかしたらライトニングとか、なんかそういうすごいのも全然あるかもしれないですね。ロケフリーズ。ありますね。やっぱ、もう一個少なかった。雪ですね。このダメージ痛いですね。ラムのダメージ。突進ダメージ減らせば、全然、僕は勝てると思います。でも、ユーノつけて、まあ、ザップ系だったんでね、相手が。雪か、そう、雪だったんで。いや、いい。いい回復だ。吹き矢が引っ張られないようにして、ゴースト裏から当てて、で、もう一回スピで止めて、いや、これ雪だな。雪からの、いや、このゴーストがね、生きて、透明なのに。透明なのに。で、ここまた真ん中吹き矢かな。ハンターとかだと思うんですけどね。あ、タルババもあったんだ。待って待って待って。それはやばい。俺の、なんか勘違いしてた。2種持ってる、サタはこいつ。タル雪なんだ。それはやばい。それはやばいよ、普通に。結構犯罪レベル。犯罪レベルだけど、いや、俺のこの、形も強い。吹き矢がでも、一生無双してんな。よいしょ。さあ、相手はもうね、困ったちゃん。困ったちゃんロワイヤル。オーケーイ。あ、まあ、わかんないですけどね、よく今の。なんで勝ったかもわかんないし、なんで守れたかもわかんないですけど、まあ、ゴースト、言うので、まじ一生両サイ振ってたんで、こう、相手に、どっしりとした形をやっぱ作らせてないんですよね。まあ、それを全部吹き矢で回収して、また U のゴースト吹き矢で回収してっていうのは、無限サイクルで作れてましたね。さあ、よろしく。フェルナンドっていうのかよくわかんないですけど、この名前の人はなんか、よく言いますね。こんな感じの名前の人は。さあ、ゴーストいなかったの結構痛いですね、これ。まあ、一旦ステイしようかな。結構コスト使ったので。さあ、今回のエンターはロイフグですね。いや、もうマジで僕が知ってるフェルナンド、呼び方違ったら申し訳ないですけど、あれですね、マジアチャかプリンセスのギャングコウモリのロイフグですね。ずっとロイフグ使ってるんですよね、こいつ。ミニペのね。ギャングコウモリ型か、でもマジアチャの、いや、そう、ギャングコウモリ型を愛用してたんですけど、この人は。今はわかんない。いや、いた！ちょっと待って待って待って。いや、ギャングコウモリじゃねえな、さすがに。ああ、普通のもね、ちょっと前のテンプレですね。そういうのからの、ヒースピなんで、ユーノケがきついですね。いやー、これ勝ちたいな。まあ、ゴースト雪で、マジでロイフグほぼ完封したいですね、個人的には、アイスピと。ゴースト咲いてるとやばいかな。スケとかも使っちゃおう。で、このゴーストはアイゴリーも咲いてるんで、ミニペッカかな。多分ミニペで受けてくるんで、もう受けるであろうぐらいのタイミングからの逆サイ追加。あ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。これ今陸ないですね。ミニペ咲いたんで、ここでもう一回追加で、ゴーストかな？あ、アイゴリか？これはアイゴリか？いや、アイゴリもない。あ、ハンターがギリギリですね。いや、いい、いい、いや、でかい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 。前半削っとかないとマジで削れないんでね、こういう、デッキ。で、吹き矢しかも、これ左に行きますね。いや、ハントやば。400ぐらい受けたな、今。今のはちょっとやべえな。で、ミニペッカがいるかな。わかんねえな。覚えてねえな。出しちゃおう。ミニペいたらやばいけど。いや、いねえんだ。ちょうど回ってねえんだ。いや、しかも回復するんだ。やべえな。やべえな。めっちゃ入るな。これ、ミニペが来る。いや、これはアイスピと雪と、
よしよしよし。いや、いい防衛じゃない？多分。これちょっとあれですね。スケが殴られたらやばい。あ、マジで、バカ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 、マジでちゃん、お前調子乗んな、調子乗んな。言うの走れ。お前は調子乗れ。いや、ウッド使ったから吹き矢出して、あとはこっちにミニペッカとかを探して、ファイブを打たれますね、ワンチャン。さあ、とりあえず、延命したいんだけど、これ来るな。よいしょ。さあ。とりあえず、僕は攻めないといけないですね、たくさん。守って守ってバックだと、普通に止められちゃうっすね。もう攻めて攻めて攻めまくると、相手はね、絶対きつい時が来るっすね。いや、めっちゃいい。これ、勝ったっしょ、こんな。多分。これで、アイゴレか？あ、アイゴレ誘導っすね、これはさすがに。いや、アイゴレが、低めアイゴレか。ウッド？もうここで無理やりアイゴレ使わせて、いや、雪玉3周だな、これ。回そうかな。いや、回せるかな。いや、回んねえな、さすがに。雪玉3周はさすがにやんちゃかな。ちょっとや。ブロフグ警戒。ブロフグ警戒、雪玉。あ、あれ？なんで？なんで？ゴーストが頑張った。まあいいや、勝てたから。よーしと。いうわけでね、ちょっと大変ですね、マジで。疲れますわ。こういうデッキは。まあ、でも楽しんで、ぜひね、この U のゴースト公開デングだと思うので、皆さんぜひ使ってみてくださいというわけでね、もうどんどんね、この一個数シリーズ無限にやっていこうと思うんで、ね、次もね、お楽しみくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。